久しぶりに、カメラ盛りの動画です。シャッターシークエンスばっかりですいません。今回は、レンズのブリージングについて触れていこうかと思います。なんでブリージングを取り上げるかということなんですが、フルサイズミラーレスである、ニコンの Z 系ですね、Z7 とか Z6 とか、同じくフルサイズのルミックスの S シリーズのレンズなどで、このブリージングが少ないとか、あるいはほとんど起きないように、設計に考慮されているということが発端です。ブリージングっていうのは、以前ボケマックスの第4回ですね、どでかい玉ボケでも取り合いでも、だいぶ触れました。この意味なんですが、簡単に説明すると、フォーカシング、つまりピント合わせでレンズを動かすと、画角がチーッと、変わってしまうっていう現象です。これはズームレンズでもあと単焦点レンズでもあるんですが、同じ焦点距離でも、遠くにピントを合わせた時と、近くにピントを合わせた時では、画角が広くなったり、狭くなったりしてしまうっていうことです。ある意味、実の焦点距離が変わってしまうということにもなります。ちなみにこのブリージングという言葉ですが、この意味は呼吸ですね。ひとっ走りした後の、荒い呼吸のようなもんです。ハーハーと、大きく呼吸をした時のように、ピントを送ることで、画面全体が大きくなったり小さくなったりするのが、似ているっていうところから、来ているようです。でそのブリージングなんですが、無限大から近距離に当てた時に、広くなるか、狭くなるかは、レンズによって異なります。一つの例としては、背景から手前にピントを合わせ直すと、背景が広がってしまうように見えるもの、つまり画角としては、広くなってしまうもの、これは、レンズは、タムロンの SP70mm から 200mmF2.8 の、テレサン、200mm 単ですね。もう一つの例としては、その逆で、背景から手前にピントを合わせ直すと、背景が狭まってしまう、つまり画角が狭くなってしまうもの、これはレンズは、単焦点のキヤノン EF135mmF2L USM です。ブリージングの量としては、少なめに感じます。ともにピント合わせは、インナーフォーカスタイプのレンズですが、ブリージングの動き、そしてブリージングの大小は、このように、それぞれ異なります。さらに高倍率ズームなどでは、この変化が結構大きくなることがあります。特にテレタンでの、ブリージングは大きく感じて、近距離撮影では、画角が広くなる、つまり感覚的には、焦点距離が短くなったのと、同じになったりすることがよくあります。これはタムロンの、ちょっと前の高倍率ズーム、28mm から 300mm の、ズームですが、このレンズを使って説明してみましょう。実際の画角変化を見るために一眼レフのフィルムカメラにつけて、フィルム面に強い面光源を置いて、レンズ側に逆投影して、その画角変化を見てみることにします。 300mm でのピント位置による、画角変化です。どうですかね。結構大きく変わっているのが分かりますよね。近距離にピントを移動した時には、画角が広がっているのが分かります。つまりブリージングが大きいということになります。これはもちろん単焦点でも起きます。これも以前、ボケマックスの第4回、どでかい玉ボケで撮りたいで、お見せした、ニッコールの 50mm での、画角変化です。このレンズでのピント合わせは、単純にレンズ全群、全部ですね、これが前に移動するタイプですが、前に出る、つまり、近距離にピントを合わせることで、画角が若干狭くなる、さっきの 300mm の高倍率ズームの時とは、逆の現象が起きていることが分かります。こんな感じで単焦点でも起きるってことが分かりますね。このブリージング、まあパチッと写真を撮るだけでは、まああまり気にならないというか、特に大きな問題にはならないとは思います。写真というのは、まあその一瞬だけなので、ブリージングによる画角変化というのはあまり気になるほどでもないことが多いんです。もちろん極端に画角が変化してしまう場合もあるので、その場合はちょっと気になることがあるかもしれません。では本当に気になる場合っていうのは、どういう時かって言えば、やはり動画撮影などで、前後ピント送りをする場合ですね。背景から前の被写体にピントを送りながらっていうような表現をする場合、この画角変化、ブリージングが結構気になることになります。設計の上で、このブリージング対策をするには、フォーカシングの動きに対して、画角変化が及ばないようにする必要があります。もしくは、画角が、変わってしまうわけですから、手っ取り早く考えれば、フォーカシング動作に合わせて動くような画角調整機能、
つまりズーミングに相当する機構が必要ってことになります。となると、ズームレンズでは、本来のズーミングの上に、さらにこの調整が必要になるので、かなり複雑になってしまうことになります。ビデオ用とかあとシネマ用のレンズが大きいのはこんな感じでブリンギング対策も、しっかり行われているレンズも多いです。ちなみにこれは富士フイルムの、最大で APS-C サイズまで対応している、シネマ用の 15mm から 55mm、の標準ズームですが、こんなに大きいんですよね。T2.9 と、口径もそこそこ大きいんですが、その長さに注目してみてください。全長が約 206mm、20センチ以上もあります。実はこのレンズでも、シネマ用としては、かなりコンパクトな、コンパクトで軽量な部類です。特徴としては、ブリージングなし、ズーミングによるピント移動なし、全長変化なし、ズーミングによる、絞り値変化なし、マニュアル操作のしやすさ、こんな要素が、このレンズに集め込まれています。ニコンやルミックスが、ブリージング対策をしようとしているのは、これはもちろん推測なんですが、専用のシネマ用とか動画用のレンズがないんですね。これが一つの大きな理由かなと思ってます。スチルの延長で、そのまま動画で、使う機会も多くなって、そんな時に、兼用であれば楽ですからね。もちろん本格シネマ用、ビデオ用として使うには、ちょっと使い勝手が違うんですけどね。キャノンとかソニーは、シネマ用のレンズも作っているので、写真用のレンズとしては、別系統、切り離して考えているように、見えるところがあります。例えばキャノンで言えば、新しい RF レンズでは、RF28mm から70mm F2 の超大口径ズームがありますね。こういう新型レンズでも、ズーミングによるピント移動などは結構大きめで、動画撮影には使いづらいところもあります。ただ、新しい第三元ズームである、15mm から 35mm とか、あと 24mm から 70mm の F2.8 では、ブリージング対策がある程度しっかりなされているレンズもあります。スチル用ということで、割り切っている部分と、あと動画ユーザーの高まりもあって、新しめのレンズでは、対応するレンズが多くなってくるかもしれません。ちょっと今回の話は、長くなっちゃいそうなので、また次回に続くことにします。次回のカメラ盛りでは、単焦点の 50mm を何本か使って、ブリージング量を実写から、具体的にお見せすることにします。ご視聴ありがとうございました。